残念、落ちてもよかった。お、まだやる気かい？貴様の攻撃は全て見切った。何をしても無駄だ。まだだ。やれやれ、物分かりの悪い男だな。どうやら本気で死にたいらしいな。くそ、ダメだ、体の震えが止まらない。くそ、そろそろ終わりにしようか。震えよー、止まれ。よし、止まった。ふん、相変わらずおかしなやつだな。どうやら本当に僕の攻撃が全て効かないようだね。僕以外のものの攻撃ならどうだ。あ？白浜少年の動きが変わった。アパー、見て見てよ、しぐれ。あれはアパー、アパー。どんなことを思いついたか知らないが、もう何をしても無駄だよ。私の百発百中の月はかわせぬ。死ぬがいい。バカな、読み違えたというのか。権威十字の動きが変わりました。何、そうなの。敵に地獄に落ちるよ。アパパー、アパチェルさんには劣るけど、くらえ、レッカーチャイケー。アパー、落ち着く、空気を削るんだ。アパパパパパパパ、1、2、3、よし、このリズムだ。いきなりムエタイとはな、もう少しで一撃もらってしまいそうになったぞ。またリズムが完全に変わりました。そうなの。今度は空手か。しかし技を変えているというよりも完全に人間ごと変わってるぞ、少年。チェイン天下百段の空手か、榊しよう。今度は榊の真似してるよ。笑い方までそっくりよ。俺はあんな凶悪な笑い方はしねえ。でも似てるよ。似てねえ。そっくりだ。なるほど、考えたな天一君。相手が自分のリズムを読むと知って、日頃から目に焼き付いている我ら梁山泊の師匠たちの戦い方にシフトチェンジするとは。でも今まで空手やムエタイの技は使ってましたでしょ。技ではなくリズムを変えたね。相手の子もいきなり別人になるんだからびっくりね。ケンイチさん、意外だ。それほど器用そうでもない白浜少年が師匠たちの動きになりきるなんて荒技をやるとは。おお、人間本当の恐怖や苦痛を伴うことは嫌でも記憶してしまうものじゃ。やらー、オラ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 、ちょちょちょ、寂しい、すげー、ギリギリ走る鬼。
よっぽど普段からの修行が怖かったんじゃろ。ごめんね、ケンちゃん。僕の動きは予知できても、師匠たちの戦い方までは読めまい。中国憲法の達人マン・ケンセンね。また変わりやがった。チョワ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 ケンちゃん、おいちゃんチョワなんて言わないんで。たまに言ってる。そうかね。でもいいな。ふいまたリズムか。剣と兵器の申し子高坂しぐれ。しぐれさんには劣るけど、高坂流合鍵ぎり。あパパパ、コロコロと動きを変えやがって、このサルマネ野郎が。うん、哲学する柔術家本越寺明生。甘い。武術の伝承とはすなわち魔法から始まるのだ。そっくりはるね。ほう、さすが私の真似。いいことを言う。